高い高拍手、みぎちゃん。いや、いいね、音楽はいいね、あのー、どうしてメッセージの後ってアンコールないのかなって、今ちょっと考えてました、<laughs> ねねリバイバルが起きたら、ね世の中変わったら、もうメッセージ、俺が終わったらアンコールなんてやったら、本当、世界は変わるよね。 やっぱりメッセージとやっぱり音楽は違うけど音楽も実は素晴らしいメッセージなんだよね。ミガちゃんの,その歌を聴いてて、えー、すごいその詩幣からの,、あのー、その詩を歌にしてるって素晴らしいなってね。今やっぱり,やっぱりあのこう 神を喜ぶことは私たちの力だってあるけど、やっぱり詩編の中にもね、我が魂よ、俺たちの中には魂があるんだよね。我が魂よ、主を褒めたたよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたよ。我が魂よ、主を褒めたたよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れんな。主は私のすべての都がを許し、 私のすべての病を癒し私をこの穴から私の命をあがないそして私に恵みと荒れみの冠をかぶらせ私の一生を良いもので満たされる私の若さはわしのように新しくなる死を待ち望む者は新しい力を得るわしのように翼を買って登ることができる走っても疲れず 歩いいても頼まないってあすげえあの詩幣っていうのはやっぱり音楽なんだよねでダビデはやっぱりシンガーソングライターなんだよ、えー、彼自身もとを奏でるだからサウロウという王様がいて結構悩みを持っている人だったけどそのサウロウの前で、えー、彼女が「 ああ彼が弾くとね、えー、もうサウルが癒されるわけさ、うん、だからやっぱりそういう音楽を通して癒すってミヤちゃんもそうだけどやっぱり彼女はやっぱり深く悲しみ深く苦しんだから深く悲しんだ人ほど強く喜ぶことができるたくさん涙を流した人ほど多く笑うことができるっていう言葉があるけどやっぱり悲しみとか 苦しみしている人はやっぱりそこからージーゼスに出会ってこの神様を賛美することが弱い自分と向き合いその弱い自分が強くされる私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるという言葉があるけどやはり、ね、彼女は聖書の言葉で、えー、自分の弱さと向き合わされ。 その聖書の言葉を通して弱い自分は強くなれるんだっていうそういうこの頭じゃなくて体に体験してるからそして体は楽器だから彼女はそこから C 曲を作って歌う時にま言霊っていうけど言葉の背後にあるスピリットがその言葉に乗って人に流れてそして 彼女とは同じではないけどその心の貧しさ彼女が体験したように体験している人は心の貧しいものは幸いだ、ね、神の国、要するに豊かさはその人のものだからって流れていくわけですね悲しいものは幸いだその人は慰められるからであるってねやっぱり深いところで慰められた人はやっぱり心の中に疲れを覚えている人たちに。 慰め与えるんだよねだからある意味で苦しみにあったのは良かったそれによって私は苦しみに勝る神の愛を知ることができるようになった、うん、それが逆に彼女の体の楽器を通して、えー、そして心の内側から表情に、えー、そして歌声に流れていくっていうね、えー、だから癒された人は音楽を通して癒していくっていうね やっぱりそういう賜物のある人だなってすごく思いました聞きながらねで僕もなんていうのかな格闘技の世界に長く使っててアメリカでサンボレスリングで2回優勝して <laughs> 世界選手権のメンバーに選ばれたり柔道で全米3位になったり僕の柔道の師は岡野勲という東京オリンピックの金メダリストでみんなオリンピックに向か,向かう人たちはそこに弟子入りして 1, 1日7時間から8時間トレーニングするんだけど毎日トレーニングするんですよねでやっぱりね練習は嘘つかないんだよねうんやっぱり練習しないやつっていうのはやっぱり精神的にも弱さが出たり肉体的にもやっぱり疲れてしまったりまた精神が弱いと肉体にも影響するから心と思いと知性と力を持ってあなたを作り生かし愛してくださっている神を愛しなさい ななぜならこの方は心と思いと知性と力を持って私たちを愛しているからだよってそして自分自身を愛するように周りを愛していきなさいっていう言葉があるけどやはり心と思いと知性と力そういう部分が私たちの体の中にあって影響し合うんだよねで一番深いところのこの魂っていうものをこの魂っていうか魂って魂とも書きますけど ああジーザスは空の鳥、皆種もまかず、狩りにもしない、蔵に収めもしないけど、この鳥ちゃんと食って生きてるんだろう、誰が養ってんだ、それとは裏腹に、お前なんで鳥も心配しない、食い物にそんなに心配するのって投げかけてくるわけですね。野の,の花見ろよって、偉大なも物でもこの世に襲ってないよ、誰が襲わせてんだ、それとは裏腹に、お前どうして着るものにそんなに心をわざわせてるの,の,の,の花 着るものに心を煩わせてるってかっちょいいこと言うわけですよ魂のロッカージーザスはでも花というのは外側だけが花じゃないんだよねやっぱ物事を相対的にトータル的にホールに見るならばこの地面に埋まってる根っこも大切な花の一部でいや花を花たらしめるものはこの根っこ根なんだよねだから人間を人間たらしめるものは根、魂なんだよ この魂が大切なんだよだから今心をなくしている時代だって心をなくすと書いて「忙しい」って書くんだよなだから忙しい人って心をなくすんだ忙しいって言ってる人は俺は心をなくしているって告白しているのかもわからないそうすると心をなくすと魂の部分だって分からなくなる先ほどミギアちゃんが シ援ンの23編ってシンクロしてるんだって今日俺結構思ったんだよねなぜかというとあの俺ちょっと葬儀から帰ってきたんだけどその亡くなったやつがこのシ援ンの23編大好きで、えー、その歌詞を僕はちょっと引用したわけさ「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」「主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます」「主は私の魂を生き返らせ」「義の 道に導かれますたとえ死の影の他人は生むことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです。 あなたは私の敵の前で食事を整えてくださいます。私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも、いつまでも、いつまでも死の家に住まいましょう。慈しみと恵みが俺を追っかけてくるんですよ。神の慈しみと恵みがあなたを追っかけてるんですよ。 ね、そのことに気づいてないだけで慈しみと恵みをあなたに気づかせようとしてんですね神あなたの前にあなたの後ろにあなたの上にあなたの下に四方八方スピリットを通してあなたを包んでいるのに俺らは忙しくてそれに気づけないわけですねだから紙篇でダビデは静まって「Be still」「忙しい忙しい」というんじゃなくて忙しい時にこそ Be still. 静まれって言うんですね日本でいうと間を取れっていうんだよね変わるものと変わらないものの緊張感の中に実は永遠の真理があるんだって2000年の歴史日本人の DNA にはねこの静まる間を取ることの大切さ日本人は、ね、武道でも学んですよね能でも学んですよね だから家の間取りも茶の間、奥の間、人の間、人の間っていうのは人間の間って書くんだけど人間って人の間なんだよね。だから、茶の間、奥の間、床の間、ね、そして間合いが大切だって言うでしょ。間が抜けると間抜けだって俺よく言われますよ <laughs>、ね。間を取れってことだよね。 やっっぱり間を取ったらいろんんなものが見えんだよね俺たちは現実現実って言うけど現実の中で自分を見失ってる俺らが間を取ると真実を見出せるんだよねだから間って大切だよねだ音楽もやはり間なんだよねだ僕はちょうど2日ぐらい前かなあの朝は僕はいつも間を取るんだよね で僕にとっては魂のロッカーとシンクロする時間なんですよ、まあ、ここにいるみやちゃんとか、ね、後藤君とか、そして犬のドッググルーミングのもう最近、ドッググルーミングのカリスマ、ね、もう30匹ぐらいの犬を、まあ、40匹近くかな。 だんだん俺あの増えていくと電動車ってオーバーにどんどん行ってねそのうちに100匹の、ね、101匹ワンちゃんを連れてってね言い始めるのかも分かんないけど表参道にもう犬を、ね、引き連れて歩くので有名人になってたまたまあのつい先々週かなその新宿のロフトで入れ墨のタトゥーコンベンションに 俺はメイン講師として呼ばれてなんだよ、そのタトゥーコンベンションにメイン講師ってもうみんなタトゥーだらけでみんなふんどししてでそういうオーディエンスにあの俺が上半身裸になってタトゥーの姿でメッセージするわけですよねもう日本で前代未聞の牧師ですよね彫師には彫り物を通してねこの彫り物を見なさい 種もまかず借りでもしないどうしてここにあるの俺が入れたからだよってね話だけどもう,もうそういうところでメッセージして息子が迎えに来てくれてもう俺の友達の丸山っていうやつに会いに行ってベンツに乗って表参道通ってたらいや最近面白い森部というやつがいてってねで森部がもうあのアーサーさんの信じてるジーゼスも ねあのー、アーサーさんがかっこいい俺が言ってないよやつが言ったんだよアーサーさんはかっこいいから俺が言ったんじゃないやつが言ったんだよアーサーさんはかっこいいしそのかっこいいアーサーさんが信じているジーゼスがアーサーさんにはかっこいいなら俺もジーゼス信じたいって俺教会に長年メッセージしてるけど教会の中のやつだって理屈っぽいやつが多いんだよそして頭で神のことを ね、勉強しようとしてな頭から牧師も頭から頭へ伝えるからあの何言ってるかさっぱり分かんないん、ね、だ牧師の話って右はちゃんのご主人は違うよ右はちゃんのご主人は違う右はちゃんのご主人は違うよでも、まあ、こんなこと言うからほとんど俺教会に呼ばれねえんだよもうアーサー何言うか分かんないってねでもやっぱりここだけの話だよ、ね、日本のの牧師の話ってね あの右アちゃんのご主人は違うけどもう俺今日結構右ギアちゃんに気使ってるような今日ねでも本当にね神学って神を学ぶって書くけど神を学んで勉強して神のことがわかるなら俺は無理だよな俺みたいな人間は無理、うん、だって 俺は柔道でもう勉強するんじゃなくてもう投げ投げ飛ばされ体で覚えるのがベストなんだよね日々練習していろんな相手とやれば自分の技は広がるんだよ俺の柔道の恩師は中央大学の OB であるから中央大学で練習すると3週間で30人の部員と練習すると手の内が分かんない伝統中央大学の伝統の柔道を体感するから。 そうすると日大に今度は連れて行かれるの日大は寝技と立ち技のバランスがいいわけでもやっぱり3週間ぐらいでお互いが分かってきていい練習になる今度は国士館に連れて行かれるわけ国士館は寝技が強いそして立ち技も強いその時国士館の伝統の柔道を3週間体験するわけ今度は早稲田行くと足技なんだよ そうやってあらゆる境遇に対処する秘訣を私は心得ていますってパウロは言ったけどあらゆる境遇のスタイルと練習すると幅が広くなって自分の技が伸びるんですよ武道の世界でそうならばね神との関係もそうなんですよ結局どんなに頭で勉強しても頭から頭だと人の心には入んねえんだよ でも心から心ならストーンと入るんだよだから難しく考えすぎるの日本のキリスト教会は難しい話をしすぎるわけもうちょっと牧師が巣になってね上から目線で罪を犯すなっていうより私こそ罪人ですってもっと表現した方が人の心に入りやすい今日 私はメッセージの準備をして教会に向かう途中自転車に乗ってるミニスカートの女の子を見てた時にドキッとしましたって言ったらこの話聞こうと思うんだよねこいつの話聞こうと思う正直だってでも正直じゃねえんだよ多くの僕してカミングアウトしろよってなんでこんなに気合が入ってるんだろう <laughs> というのは。 あのその2日,2日前俺は神様とデートの時間を持ってたわけマツクってで俺もその小坂あの中東もう30年近くもう25年ぐらいプレイズナイトっていうのをいろんなところでやって彼が賛美してその後の流れで俺がメッセージするというのをやってたの。 でジェリコなんかは1万人の今まで日本のキリスト教会の中で1万人なんて来たことはないのに1万人の集会とかその後甲子園で3万人の場所で話すとか、ね、そういう機会が設けられて今までの日本のキリスト教会の中で、ね、甲子園で人が集まってジーザスの話伝道者が語るっていうのはこれはもう伝道者 未漁、ね、に尽きるわけですけど武道館でとかねそしてフォーラムでとかもうそういうある意味でもう賛美のスピリットが半端じゃなく働いてリバイバルの運動が起きて今から振り返ったらあそこにリバイバルは、ね、始まってたと言えるような不思議な事柄がいっぱい起き,起きたわけですよね。で ジェリコなんかで僕司会したり中さんが賛美しながら俺も飛び跳ねて歌ってんだけど俺のマイクだけオフなんだよ要するに他のリズムを狂わせるたまものがあるから <laughs>、うん、で考えたらこいつらも立法主義的だなと今思うんだけどもうちょっと信仰を持ってね俺の声もブレンドできるように信じてやればブレンドしてたかもわからない。 お前らが信号なかったからマイクをオフにしたんだろうってトラマではないけど後でなんか寂しさを感じた時があったわけさで結局俺は賛美ってうまい下手じゃねえんだなって分かったで中さんが亡くなる前一緒に祈って彼が「ね、中さん何か俺にできることがあるか?」って言ったら 朝リバイバルだよリバイバルって言って泣きながら言うんだよねで俺もう泣きながら一緒に祈ったのが最後の彼との電話の会話なんだよなでそれからあのなんだろうね1か月も経たたないけど俺夢見たんだよね、えーまあ、聖書の中に終わりの日にね、えー、私の霊を全ての人に注ぐ するとね息子娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見るってもう終わりの時代に神の霊沼息スピリットニューエイジの花クソレベルのスピリットじゃないキング・オブ・スピリット精霊神の息吹を注ぐそうすると 息子娘が予言する俺の娘が予言するんですよ本当にでそれドンピシャに当たるわけですよね俺はあるその娘の真ん中の一番下の娘がユー・スイダミッションというグループに入ってそして父なる神の愛っていうメッセージを聞いてねお俺が切れた時のトラマを彼女は持っててそして え、ね、親父を許さないといけないって何というクリスチャンのグループが親父の悪口を言うグループなのかってね手紙を書いてきて親あのお父さんにつまずいたことがあったってなんだよこいつってね結局お前そういうところを学ぶねクリスチャンなのにそういう親父のやったダメ出しをね 15年20年のちにするような組織がおかしいなんて俺も頭に来てるわけさそしたらちょうどリンジーがあのその真ん中の女の子がその三女の手紙を俺が読んで頭に来てるのをね,ねあの野郎みたいな気持ちになってるのにそのリンジーが俺に来て主はこうおせられますあなたは愛の人ですあなたには神から注がれた そのスピリットが注が注れてます急に「ーん」ってなってでどんどん祈ってそしてこう癒されるわけ俺がだから娘息子が予言するってねやっぱりあのその神の啓示を自分がスピリットで感じてその人のために祈ったらその人がねなんかこうカッとしてると神を見失うんだけど一瞬にして。 神とまたシンクロするみたいなな不思議なことが起こるんですよ。で、青年はねその幻を見娘息子は予言し老人は夢を見るって言うんだけど結構俺最近不思議な夢を見るようになってで夢の中に忠さんが出てくるわけでしょしかも忠さんがあのヨセフが着てたような7色のレインボーカラーの そのヨセフは着物なんだけど忠さんはヨ,ヨーロピアンのスーツなんですよ忠さんいろんなスーツ持ってるけどこんなシャープなスーツ初めて見たでも俺はタンクトップで一生懸命走ってるんですよこのシャバでトレーニングしてんだけど忠さんは目の前にいるんだけどなんか近づけない領域があって、まあ、そこが天国とシャバの差なんだろうな夢の中でで忠さんたちは賛否してるわけですよ あ天国っていうところは賛美する場所で大きな祝宴が始まるのか忠さんはそのリハーサルをやっててよく見ると忠さんとこの賛美を歌ってるやつたちは宙に浮いてんだよその荒技はどうやって手に入れたんだと俺もやりたいって言うけどお前はまだ早いって感じなんですよそりゃそうでしょ天国に行ってねえからほんで俺夢から目覚めてあれは何だったんだろう ときにね朝リバイバーだって言ってるのと夢の中で賛美してあ賛美をしろっていうことなんだっていうことでね主を喜ぶことはお前の力なんだと歌がうまい下手じゃない主を褒めたたえだから俺はいろんなところに行ったんだね「主は今生きておられる」 我がうちにおられるすべては主の御手にあり今日も生きよう主がおられるそういうようなその賛美をしていくとね主はおられる我がうちにおられる、ね、そうするとあ主は俺の中にいるんだね 今日も生きよう。主全能者なる神がお前と共にいる。恐れるな。私がお前と共にいる。たじろぐな。ビビるな。ひるむな。後ずさりするな。こびるな。私がお前の神だから。私はお前を強め。お前を助け。私の義の右手でお前を守る。恐れがやってきたときに恐れるな。俺がお前と共にいる。 たじろぐな、びびるな、ひるむな、後ずたりするな、こびるな、俺がお前と共にいるから、ね、俺はお前の神だから、俺はお前を強める、弱いお前,お前を強める、そして、ビビってるお前を助ける、俺はお前を俺の義の右手で守る、義の右手っていうのは、 裁判の時にお前の右手には弁護士なんですよお前を弁護してくれる人なんですよ神は俺らを弁護してくれるんですよいろんな邪悪なスピリットがやってきたら守ってくれるんですよいろんな邪気が俺たちに流れていく時に精霊が俺らを守って支えてくれるんだこれはおとぎ話じゃなくて本当なんだとましてや 世の終わりが近づいてくれば近づいてくるほど大いなる存在の霊沼風息今は風の時代だってねいろんなモチベーターは言うけど風が分かってねえんだよどっから風が吹くのか風はどっから吹くか分からないけど触れた時に俺らは分かる神の霊も同じなんだとねどこから来るのかどこへ行くのか分かんないけどお前に触れたらお前は感じれる。 神のスピリットもそうなんだとそしてこのスピリットがお前を生まれ変わらせるんだとニコデモという人生の勝利者という名前を持ってるけど勝利を体験してなかったパリ・サイ人宗教家しかもサン・ヒドリンの議員政治家また先生と言われる学者 人生の勝利者、学者人生の勝利者、宗教家人生の勝利者ね学者に宗教家しかし自分の心の中に神がいるかいないか分からなかった新しく生まれ変われ神の風は吹いている、ね、お前は生まれ変わることができるって ジーゼスは言ったんだけど今はそういう意味では夢の中にも神は神の存在を掲示させることができるんですよ今日その名古屋から帰ってきたんだけどちょうど死を賛美しているときに終わってから、ね、バイブルの言葉を読んで終わってからメール見たら「ホめいけい」っていう結構彼あの僕に連絡くれたりして。 えー、すげえリスペクトしてくれて俺もやつをリスペクトしてんだけどあのお互い知っているダルクっていう名古屋のダルクのリーダーがあーちょうど僕が3年前に彼がジーザスを信じたいって言って心にジーザスを迎えて俺は洗礼授けたんですよ。その彼が52歳で亡くなった 先生知知っってますかかいや全然知らなかったんでダルクから連絡があってそのリーダーがアーサー先生から洗礼受けてたんで、えー、彼の葬儀をやってくんないかってねえ明日明後日俺リラックスして、えー、そして英気を養ってこのフライデーナイトそして週末にはリバーサイドアセンブリ協会のところでメッセージを があるんで、えー、ちょっと充電しようと思ったら急遽、えー、そして葬儀はいつなのって言ったら明日がお通夜で明後日てがあ葬儀ですと、まあ、あのクリスチャンっていうと前夜祭が夜で次の日が昇天式天に帰った式をするっていうことでえ明日でお前今遺体はどこに置いてあるんだって言ったら そのどっかのメモリアルホールを借りてるちょっと待てとやつのためにいい葬儀をしようと俺はひらめいてそういえばあの教会があって俺がこの前励ました若手の牧師がヒズカオルチャーチっていうもうカーフィーショップもある犬も連れてこれるあの喫茶があってそしてホリエモンも そのホールを借りる大きなホールがあって400人は入れるそして教会があってこの奥さんとこの牧師はいろんな悩みを僕に打ち分けてくれて泣きながらで一緒にワイン飲んで祈ったりしたやつだからやつに出ましておい俺もボランティアで行くんだとね金はない天国払いだとでも これはいいことのためにするから役中の連中たちを導くダルクのリーダー俺が宣伝させけたやつが亡くなってそして葬儀をやったことのないやつらだから先生のところ使わせてくれと「分かりました」って自分東京にこれから行こうと思ったけどキャンセルして「手伝います」って言ってそしてそのホールでやることになって。 そうするとこのブレッシングナイトを助けてくれたウィリアムさんっているような四日市にウィリアムさんスペシャル賛美そのグループが誰か連れてくるかねそこで特別賛美歌ってくんないって言ったら私も手伝います。でこの牧師の奥さんが総額しますってバババババーってばとまってもうあっという間にえそのシチュエーションができて。 まあ、ちょっと映像で見せたらこういう感じですよ、ね、その彼の,その葬儀の時の看板ですよね、芝深夜って、ね、前夜式4月13日19時、えー、昇天式4月14日11時で、俺はこういうスーツ着てやったわけですよね、スーツ着て。ね俺だってね 結構フランス製の高級スーツ持ってんだよ買わないよどっかに有名な社長が俺のためにカスタムメイドしてくれたわけですよね作ってくれた俺だってこういうの持ってんだよねでそ,そしてあのでもこのこれをやった後次の朝また同じスーツ着てやるのかってねまあオーディエンスは違うにしても なんで日本の葬儀ってみんな真っ黒なんだと、うん、そしたら亡くなった深夜が俺に「アーサーさんいつものファンキーな格好でやってください」って言ってるような気がした俺が自分で言い聞かせてるのか分かんないけどアーサーさんみんな役中で役中のミーティングは清掃してみんな行きませんと短パンで来るものもあれば露出度の高いねえ あのタイトなパンツで来る女性もいますともう真心持ってくればいいんでファンキーな格好でしてくださいって言うから今度はこういう格好で次の日にやったわけですよ全然いや今まで葬儀でねオレンジのタイトジーンズと革ジャンでね葬儀なんてなかなかイメージ湧かないけどなんでさ みんんな暗い格好で来んだとしかも天国にいるのになんかみんな地獄に行ったような服装でやってくるっておかしいじゃねえかってで俺も物事をひっくり返すのが大好きだから、ね、そして、ね、スーツから今度この格好で来たらみんな目が点になってんですよねちょっとみんな今日聞いてねって俺朝起きた時にスーツ着ようと思ったらここで亡くなって寝ている深夜が、ね、俺に。 ファンキーな格好でやってくださいと俺に言ったとだからこの格好で来たんだと文句あんなら彼に言ってくれって言ったんだよね <laughs> でもみんなゲラゲラって笑っても雰囲気がンと変わっちゃったわけですよそしてこのウィリアム・ユリさんが俺のメッセージの前に「小坂中の勝利者」を歌ったわけですね何があなたを苦しめるのかってね何で嘆くのかって でも勝利者は前に向かって進むってもうこれ、薬中へのメッセージじゃん、しかも中さんも薬中だったから、もう薬中の気持ちが分かるメッセージが勝利者の中に流れてるから、俺の周りには薬中の友がいっぱいいるって言ったら、もう薬中のやつたちが出てるから、みんなもう目が点になって、そういえばこのナニマス教会の牧師も薬中だったと初めて会ったとき。 歯がいつも取れて一緒に搭乗船に乗ってるとその歯を自分の革からやすりを取り出してやすり持ってる牧師なんているってそのやすりでその歯のとんがってるところを磨いてるわけですよ。ねそしてアロンアルファをつけてそれを接着してるんですよ。俺はかわいそうな牧師牧師師って 歯医者にも行けずに差し歯が取れるような差し歯でしか治せなくてそれをなんとアロンアルファつけて接着してるお前体に良くないよって言いながらそれを7回1日繰り返してんですよ。その度にアロンアルファつけてたらそれってただ新ん遊び少年がフェイントかけて歯を治してるようだけどね現在進行形で。 今もらりっててる牧師だけの話じゃんてでも俺は完璧にそいつに騙されてた「役中って騙すのが上手なんだよお前らもそうだろ」って言ったらこうやってるわけさもう完璧にゾーンに入っちゃってるわけさほんでこの松田が覚醒剤で牧師なのに天国に行っちゃったっていや俺はそう思ってるけど他の牧師たちは。 ついに松沢は地獄に行ったんだって言ってるわけそんなの誰が天国にいるか地獄なんか分かんねえじゃんで寝ているもう深夜のことはさておいて俺の友達のラリってるやつだってこいつはラリってるやつを導くリーダーなんだからもうラリってるって話もう彼らにとってはラリることが天国なんだよもう地獄のようなシャバで対応できないから 薬を取って覚醒剤を打って天国を体験したいんだけど最初は天使が集まるけどいつの間にか全部悪魔になって地獄のような体験してそしてどんどん薬がなくなったら恐怖感に満たされる何で俺こんなによく知ってるんだって、ね、もう天国の話し,しなくてもまず幻覚から言ったら彼らはねある意味で天国を体験するために 薬を打ったり飲むんだよ、ね、でもここにいるリーダーは今天国にいるっていう話をするならまず覚醒剤の、ね、シミュレーションの天国から始めたらやつらシンクロしやすくなるわけだよねそしてねその中さんの夢を見てで俺は松沢の夢を,を見たんだよで夢の中で松沢が アーサーってねえお前死んだはずじゃないのかって夢で奴に言ってんだよえお前また生き返ったのやばいまたこいつと同じようなパターンで付き合うのってねもうこいつと最初付き合う時にねこいつと付き合ってたら日本のキリスト教会アーサーも同じような人間だと思うとそうすると俺日本の教会の中でねやばい存在と見られたら いろんななな人は俺を呼ばなくなるだから俺計算し始めたんだよでも俺は神様ダビデがヨナタンのような友がいたように日本のキリスト教会で堅苦しい牧師は多いけど友になれる牧師の友を与えてくださいって言ったら松ダが迷い込んできたんだよでもどう見ても俺の友にならない方がいいんじゃねえかっていうやつだったんだよねでこいつといると俺の立場が悪くなるって計算働いたんだよ そしたら神がお前どうして松田の友になれないんだやつは俺の友だよってえ本当ですかってお前はやつとの友になってやつと一緒のように思われたくないから人の目気にしてるだろう俺見てねえだろうって神様はそこまで見抜いてるんです当たり前だよって言われるわけさ分かりましたやつが嫌がるまで俺は友になりますって言ったの。 本当にやつは嫌がるまで友になった勘弁してくれ、朝ーーってなるまで俺は友になったんだよねで、やつが事故、事件なのかこの世を去って、ね、多くのクリスチャンはやっぱり牧師でも地獄に行くんですねって話しているのに夢の中で「朝ー」ーって「ね、えっ、お前何、生き返ったの天国っていいとこだよ」ってわけえちょっと待って、お前天国にいんの?」って。 みんな地獄にいるってお前天国にいるのって天国っていいところだよってイエス様言っただろう私はお前たちのために住まいを設けるってアーサーの住まいすげえぜってえっ俺の住まい見たのって先に見たの俺よりって見たいって言うから当たり前だよって案内するってなんで知ってんだよって連れて行ってくるわけすげえ豪邸なんだよすげえって、ね、えこんなの地上でも住めない豪邸 神は俺の松田に聞いたんだよ松田お前も豪邸があるのってうんあるでも見たくないだろいや見たいって言ったのいや見たくないだろいや見たいって言ったの見に行ったら俺よりすげえんだよ俺の豪邸よりすげえ神様どういうことですかって目が覚めたんだよだから天国って俺らの想像を絶するところなんだよな 俺らが思ってるよりすごいあの人がいるはずなのにいないえなんでこんなやつがいるのっていないはずのやつがいるもうみんな天国の話に集中し始めてねもうこいつがね深夜は天国にいるって言ったらもう分かるんだよ彼らお前なってお前らジーザスは俺は 天国をお前の心に与えるために来たんだって言ったの天国って死んだ後に行く場所じゃないんだよって生きているシャバで天国の予告編を体験できるように神はしてくれたし言ってるんだよって俺ら予告編見るから本編の映画見に行くだろうって地上で予告編があるんだよって天国はお前の今心の中にある神の国はこの子供の中にある今ね ドッググルーミングの彼女が素敵な赤ちゃんを前会ったときはに、ね、妊娠してお腹が大きくて俺手を置いて祈ったよ、ね、なんかセクハラみたいに見られるけど、ね、健康な赤ちゃんが生まれるようにってほんで今生まれてもう本当チュッチュしたくなったあの赤ちゃん、名前何だったっけもう一回。子うん、もう後で彼 見てると神の国はこの子の中にあるってその通りだと思う一番無垢で何もわからないようでこの子の中に神の国があるんだとこの幼子にならないとお前は神の国に入れないって言われたんですよ金持ちはねいや私は立法を守ってますってじゃあ持ってるものを全部売って貧しい人に施せ そしてこの子供のように素直にならないと神の国に入れないって子供を私のところに来させなさいってジーゼスは子供を指差して例え話をするわけですよ子供なんて天国の話しなくても,もう天国体験してるわけですよねえ一番無垢で汚れがなく本当に母親の胸元でね すくすくと成長していくのはまさに神の懐の中に身を委ねて生きることの大切さを暗示してくれているんですよ、俺たちに。この子のように素直に神の懐に飛び込む抱かれる存在であれっていうわけさ、非常にわかりやすいよね。頭で天国のことを勉強してないんですよ。 体感してるんですよ今、ね、だから俺たちは必ず時が来ると天に凱旋するんですよ人生70年8年っていっても2万9200日70万800時間42004万8000分もう70になるとね頂上上って今下山ですよ必死に生きるとは必ず死ぬことを覚悟して生きるってことです 死は我々の心に真に霊感を与える哲学の天才であるショペンハーェレット死の存在がなければおそらく一人の詩人も生まれなかったであろうトーマス・マン私のすべての思考は詩のみのによって刻まれたものだミケロン・アンジェロ人生を熟路したければ死から始めなさいダライ・ラマ あさりともう心のあだ桜、弱に嵐の深ぬものかは、真難承人明日も桜の満開見に行こうって言ったって、嵐がやってきたら桜の花びらはみんな散っていく。散る桜、残る桜も散る桜、両感ですよ。ああ、美しや、障子の穴の天の川、小林さ。その一句前はいざさらば。 死の稽古せん花の花雨死にしたくいたせいたせと桜かな桜のビラが散っていくのを見ながらこの花びらは死のしたく稽古をしてるのかなそしてこの花びらを俺に向かってお前もいずれ散っていく時があるぞお前は死のしたくができてるのかと この神が作った天地の狭間の中でこの花を見なさいという桜の花を通してその散っていく花びらを通して神は俺らに語ってるわけですよ人は皆草のようだその栄え栄光は花のようだ風が吹くとそれはもはやないその場所ささえ 覚えていないな草はは枯れ花はしぼむしかししかししかし神の言葉は永遠に立つお前ら薬中はこの一つの訳でお前らは幻覚の世界に入って 天国を味わうと思ったけどそれが地獄になり天使が集まってきたと思ったら悪魔だったということをお前ら体験しただろうこの一つの一つの薬でだぞ聖書はからし種の信仰この一つの神の言葉光割れとおっしゃったら混沌とした闇にババ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 バーン 宇宙ができた銀河系ができた惑星ができた地球ができた海ができた血が分かれた草が芽生えた花が咲き始めた生き物が生まれた神の言葉は生きていて力がある両刃の釣りよりも鋭い魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して心のさまざま思いや考えを判別させることができる。 信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えない事柄を確信させるのです昔の人はこの信仰によって称賛されました信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって作られたことを悟り目に見えるものは目に見えるものからできたのではないことを悟るのですかチョエ 神の言葉が宇宙を自然界を作りヨハネの福音書のヨハネは初めに言葉だったそうなんだ一粒の薬がお前たちに幻覚をもたらすように一粒の神の言葉が。 初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの方ははじめに神と共におられすべてのものはこの方によって作られたすべてのものだぞ薬中もギャンブル中毒も覚醒剤中毒者もそしてセックス中毒者もみんなすべてのものはこの方によって作られ作られたものの中でこの方によらずにできたものは何一つないホームレスも金持ちも ここにいる一人一人もこの方によって作られたのにどうしてお前はこの方を知らないんだこの「詩編のこの「ダビ」では「詩編の19編でこう言ってますよ「死の見教えは完全で魂を生き返らせる」「死の証は確かでわきまえのないものを賢くする」 死の戒めは正しくて人の心を喜ばせる死の仰せは清くて人の目を明るくする死の見教え死の仰せ死の戒め死の証全部神の言葉ですよお前らよく聞けよこの聖書の言葉を侮るなこの言葉はすごいんだぞこの言葉に命があり この言葉に光があってこの言葉が受肉しジーザスとなってこの地上に来たジーザスは言葉の源なんだとこのことをこの方が語る言葉が人を癒しそして人を解放し罪の奴隷になっている俺たちを救いに導くあのダビデもアディクトだったんですよ彼も 薬物依存症ある中よりもっと深い罪依存症脱者だったんですよ。罪のアディクトだったんですよ罪というのは人殺し、盗むこと悪いことすること犯罪の罪もあれば道徳的に見られた罪もある。 でもそのようなことをしなくても漁師の罪たる罪というのは古代ギリシャのハマルティアという言葉から来ていてオリンピックスポーツでアーチェの選手が的を目指し弓を離すど真ん中に当たれば的中ど真ん中から1センチでも1メートルでも外せと 1cm 罪1センチ積罪要するに的外れ罪人というのは的を外して生きている何の的から神は愛なのに この方があなたを作り生かし息吹を与え命を与えているのにこの命の源から離れて生きるから形の中で堅苦しく生きる人間になってしまう愛の源から背を向けているから人間は愛の求道者になってもしやだからの愛で心を満たそうとするけどにもかかわらずの英語で言うと Perfect Love 全き愛から離れる全き愛は恐れを締め出しますと 恐れるものは刑罰が伴うということを知っているわけですでも全く愛は恐れを締め出すんだとそれぐらいの愛がこの言葉の源ジーゼスにあって一粒の麦が血に落ちて死んだがゆえに多くの実を結ぶとあるように十字架の言葉は滅びる者にとって愚かでも救いを受ける者には神の力です 言葉が人となってジーゼスとなって十字架の上であなたの罪のために死んでよみがえってくださった罪がもたらす結果は死カオスなんですよ結局罪の解決がなければ心は虚さまずさ寂しさカオスの闇顔ダビデはよく知ってたんですよだから神にこう祈るんですよ誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう私たちでさえ 数々の過ちを持ってここまで来ているんですすべての過ちを私たちは覚えてないぐらい数々の過ちを持って生きてきたんです誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう神よ隠れている私の罪をお許しくださいダビデは隠れている 自分の中にある罪を許してくださいということは彼自身が隠れている罪を持っているということが分かってたんですよ。彼自身が数々の過ちを犯してきたというのは分かってたんですよ。そしてあなたのしもべを傲慢な罪から守ってください。傲慢な罪、数々の過ち、隠れている罪、傲慢な己中心、愚か者は神はいないと言っているこの方を礼拝すべき俺らが。 この方がいないかのように平気で自分を傷つけ周りを傷つけるこの傲慢な罪から私を守ってくださいそうすれば私は全くものとなり大きな罪から免られ今度は大きな罪数々の過ち隠れている罪傲慢の罪雪だるまにあって大きな罪から免れて清くなるでしょう 清くななるるためにみんなするんすですよでもそのみそぎは一時的なマスターベーションにしか過ぎないんですよまったき清めまたみそぎは神が人となって罪なきお方が俺らの罪のために十字架に貼り付けになってクソも正面も垂れ流しながら父よ彼らを許してあげてください。 自分が何をしているのかわからないんです。彼らの罪の罰を私が身代わりとなって受けます。だからイエス・キリストの打ち傷によってあなたのここの傷は癒されるんです。イエス・キリストの流した血によって罪汚れ洗い流されるんです。人復活によってあなたは許されるんです。永遠の命が与えられるんです。そしてあなたはどん底から引き上げられるんです。神の言葉、このイエス・キリスト、十字架。 あなたに縁の命救いが与えられている誰でもジーザスの愛のうちなんだらその人は新しく作られたもの古い自分は過ぎ去り身をすべてが新しくなるこれ皆さんおとぎ話じゃない真実なんです本の中の本聖書に立ち打ちできる本はありませんしかも聖書が一つの本となっていった3二27旧約聖書39巻 ね、新約聖書27巻合わせて66巻博物館に行ったら66の絵を鑑賞するのと似てますいや66のミュージックを聴くのかもしれませんだから聖書を音楽聴くようにほじくり返して勉強するんじゃなくて音色奏でてる音色に静まって耳を傾けたらその音色はし あなたの心に染み込んんでで必必必要要要なななな言言葉葉だけが響きますすすじゃないい勉強する必要はないんですあなたの心に不思議なときめきを与える言葉があなたに語ってくれている言葉なんですそういうふうに右側の音楽を聴くように聖書のミュージック奏でている音色を静まって聴けばあなたに必要な癒しのミュージックは必ず魂に届く。 あなたの問題あっという間いなくなります皆さんってそうでしょう修学旅行に行った時に心に悩みを抱えてるけど絶景見たらあの悩んでた問題がシュワーン飛んでいくハーレンにまたがってアメリカ大陸横断した時登校拒否の少年やヤクザに連れて17名 ひたすら160キロロ出してもスーーモーションあのネイティブアメリカンの聖地レンガが風によって削られるモニュメントバレーのような場所もう静かにハーレーの V ツインの音色が奏でながらちょうど一期一会の景色のタイミング太陽が沈んでいく中その光が反射してエメラルド色宝石が輝いているようなあの荒やっぱ パノラマのようにスローモーションでそれ見てるときにみんなヤクザも登校拒否も涙流しながら鼻水垂らしながらみんな感動してる言葉いらない自然は語らずにして語るその背後に神の言葉が自然を通して俺たちにそのスピリットを届けてくれているわけですだからネイティブアメリカンの祈り全ての宗教が言わんとする祈りだけど宗教じゃない祈り ネイティブアメリカンとなると生まれてくると血が青いモンゴル系だから自然に対しての美学とネイティブアメリカンの美学って非常に似ているその祈りはこういう祈りですよ美の中を歩かせてください赤と紫の夕日を見させてください私の手にあなたの作ったものをめでさせてください愛させてください私の声を耳に聞かせてあなたの声を私の耳に届けてくださいあなたが 葉っぱや岩の影に隠したを学ばせてください私は力を求めますそれは兄弟よりも強くなるためではなく一番手強い的自分自身と戦うためですいつも清いてと素直な目であなたのもとへと向かえるように私を準備させてください清く夕日のように私の人生が消えていく時私の霊がスピリットが心がソウルが魂が恥じることなくあなたの向かい 元へと迎えるように、ふひほへ、はあ、涙ちょちょ切れるぜ、ベイベー。松下幸之助も同じようなこと言ってますよ。学ぶ心さえあれば万物すべてこれ和菓子である。語らぬ石流れる雲。つまりはこの広い宇宙、人間の長い歴史、どんなに小さいことにでも、どんなに古いことにでも自然の理法。 宇宙の設備が密かにまくづいているまた人間の尊い知恵と体験が滲んでいるこれら全てに私は学びたい国が違っても言葉がわからなくても一つのものを極めていこうとすると必ず聖なる極地に入ることは間違いないそここそある意味で天国の領域なのかもわからない 生きの美学と似ていて生きというのは理想主義的非現実非現実だけど理想でも野暮な人間はその理想を追い求める信仰者のようにその生きの高値に向かえば向かうほど己の野暮な自分に気づくそして生きがって見るとそれは逆に野暮なんだと生きというのは第三者がこの人を見て生きだねという言葉であって自分が生きだと言ったら野暮になる。 ややこしいよなこの2000年の歴史の DNA の中に染み込んでいるでもそこにも神の摂理があるんですよねある意味で人間は永遠の思いを持って自分探しの旅をしてんです地上では旅と人です深夜のように彼も旅人として自分の罪と向き合いイエス・キリストの許しを受け止め洗礼を受けてそして俺に「 最後のフィナーレのその葬儀を俺にやってくれということでアーサー先生彼らにジーザスを伝えてくださいってだからもう葬儀じゃなくて福音を奏でる伝道集会になったわけですよねだから全ての残りの写真を見せてもうこれは終わりますけどねこのこういう花がねいっぱいもういろんな人に。 あれされさてまたオーディエンスもね、えー、多くの方々が来てくれてこんな一日でこれができちゃうんだよ一日で見たことない葬儀屋さんまでねその四式をする人がオレンジのズボンとカージャンでやったの初めて見た最高のねその前夜式と。 ここの昇天式だだったれれは作れない神業だよねあっという間に愛というのは互いの顔を見なくても同じ方向を見つめること役中たちは励まされねえそして奥さんは号泣しそしてみんなこの神の愛情を感じそして彼のいる天国で私たちも再会したいって,言ってねみんなジーザスを。 信じる祈りをね最後にするんですよねぜひぜひ皆さん人生は短いですあなたにも必ず死は訪れます俺いつも思います今日が最後かもわかんないだから気合が入っちゃうんですこれが俺の融合メッセージかもわかんないこのあと俺が常時女子に家に帰る途中免許取り立ての彼がトラックにぶつかる自分だけよけて タイヤはアーサーの方にアーサーサ即死彼は助かるその後アーサー先生は死んだけど奇跡的に私は助かりましたという証をいろんなところでやりながらじゃあ俺は奇跡的に助かんなかったのかって天国で投げていやそんなことはないけど分かんねえじゃん明日どうなるかねえ俺いつも寝,寝るときに神様今日の一日ありがとうございますもう何の悔いもありませんこのまま寝て俺が明日起きなくても感謝です悔いはありません <ス>次また目覚めてあ生きてたみたいなこういう感じですよ。俺も詩の練習しててんでですすよっないまあ天国に行って松田と中さんにまた会うのかと、ね、それもまた面白い話になると思うし今度は、ね、今回葬儀やった深夜もそこにいてなんか天国って役中たちの集まる場所じゃんってね。ねえ でもそこにみんながやってきて、もう俺たちには計り知れない、その平安と安堵感と、もう言葉に表せない、だから皆さん、神様あなたの心に、今日天国を与え、死んでも永遠の命、死に打ち勝つ命、罪から解放される命、救いを与えられていることを忘れずに、最後に一言、そのジーザス、言葉の港、ハートの中に、 迎え入れる祈りりを持って終わりたいいと思いますこの中でも,もう最近はね、ここにいるみやちゃん、ね、わけわかんないやつ、でも不思議だけど、この人はね、その隣にいる後藤君、初めて俺がコナカの講演会、コナカが俺を招いてくれたナカのスーツと俺、何の係？り、ついこの前にタトゥーのコンベンション、今度、コナカのコンベンション。 1000人集まってコナカのスーツプレゼントされてそのコナカのスーツ白カスタムメイドでメッセージ1000人だコナカの社長が俺の前に何人かねメッセージして俺が真ん中だったのかなそしたら終わったらコナカのこの社長さんが私は今までいろんなモチベーターの話を聞きましたけどアーサーホーランドは最高の 私の心を動かしたメッセージと俺が言ったんじゃないよ小中の社長が言ったんだよ俺はそうですよソウルで語らせてくれってね言ってる内容は俺自身語った後全部忘れるからだって俺今ここにノートがねえんだからよく出てくるような何を話そうとか語ろうとか心配するな話すべきことはその瞬間与えるっていうのを俺はその言葉を信じて語ってるんですよ。 そうすると内側から泉のように出てきていつの間にか終わってるわけですよね。で彼がそこでメッセージ聞いて鬱で自殺も考えてたやつがそこで自分も神様は見放さないんだということを知ってジーゼス死んでこの教会で洗礼を俺が授けたんですよ。そしたら周りのやつらもねどん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  洗礼受けけるわけだ88日去年日本列島を歩いて60名がイエス・キリストを信じて川や海で洗礼するんだよ日本の教会じゃありえない俺はウーバーチャペルだって十字架担ぎながらみんな寄ってきて洗礼を受けるわけですよそしたらもうここにいるこのヨセフのよみがえりみたいなやつが俺も洗礼を受けるって受けるわけですよそしたら今度 犬のグルーミングの社長さんも私も洗礼受けるって受けて今犬を散歩させながら俺は十字架担いであるけど私は犬と一緒にドッグ DOG 反対側ならばゴッドを伝えますなってやってるわけさねそしたらだよ厚かましいよこいつ僕の誕生日があるんですけどブリットニー浜田さんのあのブリットニー浜田ってよく テレビに出てた芸能人漫画家ですよねホームレスからそのブリッドの浜田さんのところで僕の誕生日をあれするんですけど僕は祈ってるんですアーサー先生が来ることって俺それ言われたら否定できねえじゃんってでもちろんギャラなしだよねただでやってもらおうと思ってからねで俺は「えっ?」って「今十字架行進終わって次の日?」って疲れてんのにって。 ジーザスはみやちゃんのためにやってあげろって言うわけさ分かりましたって言うわけほんでブリットニーさんがいてでブリットニーさんが私も洗礼受けますって私もジーザス信じますって四国で5月5日なんと五五の日ね彼女そこに来て海でか川で洗礼受けるわけですよ、うん、もうこれって感染するんでよ悪いけどコロナ菌より感染しない村田 選手は俺の本を読んでオリンピックの金メダリスト世界チャンピオンミドル級俺の本を読んで「アーサー先生時間を作ってください」って6時間話した後もういいだろ」ってものすごく思想家だから俺も前立腺左でおしっこが近いんだよでおしっこしながら「なんて長いや俺6時間なんてやったことねえよ」って6時間話して「さあもう帰ろう」って言おうと思ったの 一つお願いがあありまます。まだあんのって「僕に洗礼させてください」って言うんだよあの村田選手はでそこで「まあ、洗礼は儀式心にイエスキスを迎えることがまず大切信じます」って言って山の上ホテルでイエスキスを信じて山のホテルのコーヒーの喫茶店のコップの水で即俺そこで洗礼式彼はいつも山の上ホテルを通るときに あそこで俺は洗礼を受けたんだって思い出の場所をいつも思うときに僕はあの場所ですよかったんですっていうわけさ訳わ,わかんない皆さん終わりの日に神の霊は働いてるんですねお前らない鼻くそレベルの問題でね悩むなね俺の話を長いなって聞いてたらねまだまだお前の心はまだまだなんだなってねえ 逆にこいつ面白いこと言ってる俺に語ってるってね俺も結構メッセージ厚かましくなったよねもう結局後でのねそのなんだあの最後にあれするやつアンコールがなければ俺が勝手にアンコールやるよって今アンコール中だよってざまみろってお前らの拍手なんか入れれよってもうもう分かってんだよ俺勝手にアンコールでも終わるよ今。 お祈りしましまょう、ね、どうぞ静まってなんだよ音楽の方が最初に止まっちゃったじゃないか <laughs> 今日のメッセージ聞きながら僕も右側さんが歌ってたその歌の主人公イエス・キリスト自分も心の中に意識したい心の中にこの方を迎え入れたい儀式の前の意識心の中にジーザスを 僕も迎え入れて心の中に神の国天国、罪の許し、この永遠の命、僕には計り知れないその大きなものですけど、それが十字架のイエスを通して与えられているなら自分は心の中に受け止めたいです、そういう思いのある方、一緒にお祈りしましょう。もうすでにジー d s を信じている方は心の中にいるジー d s に感謝しながら、確信のない方は確信を持つために。 初めてだけど私もこ,この中にそのスピリットを意識したいという方は一緒に祈りましょう声を出して心を開くお祈りですジーザスイエス様あなたに心を開きます私も罪人ですブレて生きてました心に闇を体験してました世の光になる イエス様、どうぞ心に入ってきてください。あなたを受け入れます。十字架の上で、私の罪のために死んでくださり、よみがえってくれたことをありがとうございます。あなたを歓迎します。この祈りに応えて、イエス・キリストが、ジーザスが、ハートの中に入ってきてくれて、 クリスチャンになれて感謝します。アーメンどうぞここにいる人一人を神様あなたが帰り見て人々人の悩みを知っていますあなたは人一人を母の体内の中で細胞一つ一つ編み上げてくださったデザイナーでありメーカーです息吹を与えてくださって息動き存在ができるのもあなたのおかげです天と地もあなたが想像したから私たちは その中でで生ききることができますどうぞ一人一人をあなたがこよなく愛してくださっていることを感じさせてあげてくださいある人には夢を通してあなたがいることを感じさせてあげてくださいある時はイマジメネーションの中であなたのスピリットを感じることができますように聖書の言葉が心の中に音色のように響いていくことができますように どうぞここにいる一人一人を励まし、力づけ、導いてくださって、一人一人の中にあるすばらしい魅力が、どん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 あなたによって引き出され、ここにいる一人一人が人を慰め、励ましていく、尊い存在と、あなたによって変えられていくことができるように、導いてください。このひとときを感謝して、ジーズナによってお祈りします。アーメン長い時間、本当にありがとうございました。Thank you very much。にぎさん、ありがとうございます。